大岩剛監督率いる U から23日本代表は現地時間7月30日、パリ五輪の男子サッカーグループリーグ第3戦イスラエル戦で1-0と勝利した。3連勝でグループ D 首位通過を果たした一方、後半34分に MF 川崎颯太が負傷交代。大岩剛監督は試合後まだ詳しくは把握していないけど、少し腰を打撲したと聞いていると状況を明かした。 序盤からイスラエルの勢いを受けた中、日本も徐々に巻き返し、きっ抗した展開が続く。その中で、後半32分にアクシデントが発生する。相手 MF アイアナウフェレドとの競り合いで川崎が負傷。倒れ込んで動けなくなり、ピッチからは、かけるマークが提示されると、川崎は単価で交代を余儀なくされた。試合はその後、 川崎に代わって出場した MF 藤田ジョールチマを起点に最後は FW 細谷正弘が決勝ボールを決め、日本が1対0で勝利。しかし、今大会の日本は、MF 平川優がグループリーグ初戦のパラグアイ戦、5-0で負傷交代を強いられ、なでしこジャパン、女子代表、でも DF 清水リサがスペイン戦で右膝を痛め離脱するなど、男女代表で怪我人が相次いでいる。 大岩監督は試合後まだ詳しくは把握していないけど、少し腰を打撲したとそこまでは聞いている。少し様子を見ながらメディカルとコミュニケーションを取りたい、とし、チーム全員で戦っていくことを誓った。